ナノセカンドとはオープンソースで開発が進められているインターネットを主な対象とした離散事象ネットワークシミュレータの系列の名称である。この離散事象ネットワークシミュレータの系列はすべて研究と教育のために用いられる。ナノセカンド -3 プロジェクトの最終的な目標はコンピュータネットワークに関する研究のコミュニティ内において好んで利用されるオープンな シミュレーション環境の構築である。この目標に関しては、実際にコンピュータネットワーク分野のトップカンファレンスであるアクム CE ゲカムへの論文投稿で頻繁に使用されていることが確認されているため、ナノセカンドマイナス3プロジェクトの目標は概ね達成されていると言える。ナノセカンドマイナスには、アメリカの学術研究機関を中心に開発が進められていたが、 ナノセカンドマイナス3はフランスの学術研究機関を中心に開発が進められている。また、ナノセカンドマイナス3ではアニュアルミーティングと称したナノセカンドマイナス3の利用者、開発者の会議が毎年行われており、ワークショップ等も行われている。ナノセカンドマイナス3は GNU、GPLV2 ライセンスの下で無償での研究、開発、 使用が認められている。コンピュータネットワークシミュレーターとしての世界シェアはトップで、あるが、コンピュータネットワーク関係者全体を見れば、ナノセカンドマイナス3ユーザーは少なく、ナノセカンドマイナス3ユーザーからのソースコードのコミットもあまり芳しくないという状況がある。ネターナムによるシミュレーション結果のアニメーションによる可視化例枚トしアメリカ合衆国において、 ナノセカンドマイナス3コンソーシアムが主催するナノセカンドマイナス3の利用者と開発者を対象としたアニュアルミーティングが開催されている。主にナノセカンドマイナス3コンソーシアムの運営方針に関する対面による会議やナノセカンドマイナス3初心者を対象としたワークショップが行われている。2016年6月13日から2016年6月17日の アニュアルミーティングはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルに設置されているワシントン大学において開催されており、会期中の催しは下記のようになっている。1988年にナノセカンドの派生元にあたるリアルの最初のバージョンが開発された。カリフォルニア大学バークレー校においてスリニバサンケシャーブによりフェアキューイングゲートウェイアルゴリズムラグ87 DKS88、八ファーストカムファーストサーブドスケジューリングゲートウェイアルゴリズム、d c ゲートウェイアルゴリズム、RCJ87、ロッジ八8 7の各々の性能を比較する学術研究の一環として、理算事象ネットワークシミュレーションに関する明確かつ実用的な枠組みが構築された。このシミュレータの詳細は、リアル。 A ネットワークシミュレーターという論文にまとめられて発表された。リアルはリーリスティックアンドラージの略称であり、コロンビア大学が開発を進めていたネストシミュレーショントゥールキットを用いて構築された。リアルは最初期の実用的なネットワークシミュレーターとなった。リアルの開発は1997年のバージョン5.0まで継続され、ソフトウェアアーキテクチャは ナノセカンドの基盤にもなった。ローレンス・バークレイ国立研究所において、スティーブ・マッケン、サリー・フロイド、ケビン・フォール等が参加するネットワークリサーチグループにより、リアルで定義されたソフトウェアアーキテクチャを元にして、ナノセカンドの最初のバージョンである、ナノセカンドバージョン1が開発された。このバージョンは後に、ナノセカンドマイナス -1 と呼ばれるようになった。リアルと同様に、 拡張可能で容易に設定、プログラム可能なイベントドリブン型のシミュレーションエンジンとして設計が行われた。また、TCP の複層制御アルゴリズムとルータスケジュールアルゴリズムを複数搭載した。シミュレーションで取り扱うネットワークを定義するシナリオの記述言語が TCL 通信プロトコルを駆動するコアの記述言語が C に定められた。 スティーブ・マッケンがナノセカンドマイナス -1 のリファクタリングを行った結果のソースコードをもとにナノセカンドマイナス -2 の開発が行われた。シナリオの記述言語がオットをクル、コアの記述言語が C に変更された。シナリオ言語がオブジェクト指向言語に改められたためオットをクルと C のオブジェクト間で関連性を持たせることができるようになった。しかし、 ナノセカンドマイナス1とナノセカンドマイナス2の間でクラスやモジュールの互換性は保たれている。またナノセカンドマイナス2で GPLV2 に準拠するようになった。ナノセカンドマイナス2の開発開始から10年経過する過程で CPU の進化においてコークロック化からマルチコア化へのパラダイムシフトが起き無線ネットワークの普及も急速に進み始めた。 それに伴って、ナノセカンドマイナス -2 のソフトウェアアーキテクチャでは、開発投資を想定していなかった、並列化によるシミュレーション処理のスケールと無線ネットワークへの対応が難しいという問題が現れ始めてきた。その2つの問題に対処するために、アメリカ国立科学財団の支援のもとで、トム・ヘンダーソン、ジョージ・ライリー、サリー・フロイド、 アンドスーミットロイ等が先導するチームによりソフトウェアアーキテクチャを全面的に刷新したナノセカンドマイナス3が開発された。ナノセカンドマイナス3では開発者が夫を送ると C という異なるプログラミング言語のオブジェクト間の関連性を意識しなくて済むようにシナリオコア共に記述言語が C に統一された。この変更によりナノセカンドマイナス2と ナノセカンドマイナス3の間のクラスやモジュールの互換性はなくなった。また、グスタボカルネイロにより、Python ン,ンディングとワフビルドシステムが開発されて、新たに導入された。さらに、無線ネットワークのシミュレーションコードの充実、MPI による並列化対応が行われた。ソフトウェアアーキテクチャの刷新に伴い、ナノセカンドマイナス2まで存在したビジュアライザーである。 ナムは廃止された。その代わりに、シミュレーション実行終了時に出力されるトレースファイルを読み込んで、トポロジ上にパケットフローを表示するオフラインビジュアライザーとして、ネターナムがシミュレーション実行中に、シミュレータの内部にアタッチし、パケットの流れをトレースして、トポロジ上にパケットフローを表示するオンラインビジュアライザーとして、ピビスが用意された。 ナノセカンドマイナス -2 の時代のドキュメントの不足を反省し各種ドキュメントが拡充され独自弦によりソースコードから生成された API リファレンスも用意されるようになった。以前のメジャーバージョンであるナノセカンドマイナス -2 では過去に開発された優先ネットワークのプロトコルのシミュレーションコードが充実していた。しかし最新のナノセカンドマイナス -3 では ナノセカンドマイナス -2 とのクラスやモジュールの互換性を捨てて無線ネットワークへの対応を強化したため、有線ネットワークのプロトコルのナノセカンドマイナス -3、ネイティブなシミュレーションコードが不足している状態である。そのため、学術界全体として、ナノセカンドマイナス -2 からナノセカンドマイナス -3 への移行は難航しており、ナノセカンドマイナス -2 の開発停止後も、 長らくの間、有線ネットワークの分野では、ナノセカンドマイナス2、無線ネットワークの分野では、ナノセカンドマイナス3という墨分けが続いている。依然として、ナノセカンドマイナス3の開発は継続されているが、未だに、ナノセカンドマイナス2と比較して実装されていない、アルゴリズムが多く、ネットワークの基本的な動作にもバグが多い。したがって、 ナノセカンドマイナス2と比較して、シミュレータとしての信頼性が低い模様である。https w w w n u m o r g w p c o n t e n t a p p l a u s e 2 0 1 6 0 2ナノセカンドマイナス3から2016セーブザ .date.pdf. アニュアルミーティングナノセカンドマイナス3 ns-3 コンソーシアム2016年2月14日 次にバサンケシャーブ、リアル、A ネットワークシミュレーター。ユニバーシティオブカリフォルニア、バークリー、2015年12月15日閲覧。次にバサンケシャーブ、リアル5.0オーバービュー。2015年12月15日閲覧。スティーブン・マッケン、サリー・フロイド、ケビン・ホール、ナノセカンドバージョン1、LBNL ネットワークシミュレーター。2015年12月15日閲覧。 ありがとうございます。